お世話になっております。サイド B の本田です。さて、仕事用の筆箱紹介。今回紹介する筆箱のコンセプトは最高級。いかに自然に使えるかが問われる筆箱です。先日、日行連の用事でとある単位会の会長さんとご一緒したんですが、打ち合わせの際にさらっとマイスターシュトゥックプラチナのボールペンを取り出して日行連の手帳にメモを取っておられて、おお、マイスターシュトゥックですやんってテンション上がってたら、あ、うん、そうだよみたいな薄めのリアクション。なんというか、お気に入りの筆記具を使って一人で盛り上がっているうちはまだまだなんだなぁと思い知らされました。そんなわけで、今回は私の最高級筆箱をご紹介。開き直ってテンション高めでいきたいと思います。筆箱はこちら、セミオーダーのハンドメイドペンケース。非常に丁寧な作りで、革の質、成形、縫製とも素晴らしい。価格は37,000円。収納本数と外装の革、ステッチ、内装のスウェード、ペンホルダーの革の各部のカラーが選べます。中はこんな感じ。太軸も問題なく入る4本差し。ここの受け側の革成形も丁寧な仕事で美しい。内張りはスウェードで、ファスナーの金属でペンの抜き差しの時に傷がつかないようガードもついています。高級なペンでも安心。こっち側のポケットが高級ペン保存用のペンケースじゃね、実用品なんだよと主張してますね。カラーはうちの事務所のイメージの黒赤で作ってもらいました。クリーマの川小物吉井さんの商品紹介ページに掲載されている写真もこれです。オーダーしてから完成して届くまでおよそ2ヶ月。ワクワクして待ちましたよ。そんで届いたら期待以上のクオリティ。先10年どころか一生買い替える必要がなさそう。この4本差しに入れているペンを紹介していくんですけど、今回は最高級ってことで定価基準で安い順に紹介していきます。最後に金額の合計も計算してみますね。最初に紹介するのはこちら、ラミー2000。定価は11,000円。1966年の発売から長きにわたって愛される超ロングセラーで、高級多機能ペンの代名詞的存在。デザイン、機能とも極めて高い完成度を誇っています。これが50年以上前からあったとか、マジですごい。唯一の弱点はラミー純正インクの書きにくさと言われていますが、リフィルは 4C 規格なので国産リフィルも使えます。ジェットストリームには緑がないので、ラミー2000には4色揃ってるアクロインキ 0.7 ミリが定番。あと 4C 規格といってもゼブラに関してはサイズが微妙に違うので合いません。これには4色ともアクロインキの 0.7 が入っています。続いてはこちら、モンブランのボールペン、ピクス。定価は27,500円。ピクスのブラックカラーはモンブランの公式オンラインショップ e ブティックの限定なので、実売価格と定価は同じ。黒がオンライン限定色ってチョイスがいかにもモンブランらしい。ボールペンでどれが一番かっこいいかというシンプルな基準で、金額だの機能だの一切無視して、数百種類の中からデザインだけ見比べて最終的に選んだのがこれ。スマートなフォルムで飾らない中にも高級感があふれる至高の一本。私がこの世で最もかっこいいと思うボールペンです。続いては万年筆、ペリカンスーベレーン M400。定価は41,800円。私の中でこれ以上上がない万年筆の到達点。世間一般でも最強万年筆としてよく名前が挙がる通り、
弱点は値段が高いことぐらい。インクはモンブランのバーガンディーレッド。この万年筆とずっとセットで使っているインクです。普段この M400 は筆箱から出してデスクに置いてあって、電話受けた時のメモとか、今日やること一覧みたいなのを書き出すのにも使っています。廉価版のクラシック M205 との比較動画もありますので、そちらもぜひご覧ください。この筆箱で、というか、現在私が持っている中で最も高いのがこのボールペン。モンブランのマイスターシュテック星の王子様エディション2018年バージョン。定価は58,300円。2018年から2020年まで限定生産された星の王子様エディションのうち、この2018年モデルは宇宙をイメージしたダークブルーがベースカラー。クリップの先に黄色い星が刻印されているのは星の王子様エディションの共通仕様。箱とか取説も星の王子様の特別仕様なのがいいですね。軸の上半分には物語に登場する狐が刻印されていて、転換の根元部分に狐のセリフが、おフランス語で書いてあります。クリーデリアン、ツェスラハポモエニカモンデ。あは、サバ。星の王子様は、亡くなった親父から勧められた唯一の本なので、特別の思い入れがあって、どうしても欲しかった一本。値段が値段なので、かなり長い間躊躇してたんですけど、限定品ということで思い切って購入しました。買ってよかった。現在この2018年モデルは、モンブラン E ブティックの取り扱いが終了して市場から消えてしまっています。中林 W スティック付箋495円。ペンケース自体も実用品であることを主張しているけど、高級品揃いの筆箱における実用品としての象徴がこの付箋かなと思っています。コスパは良くないけど、もはやこの筆箱では気にならん。ノートはアピカプレミアム CD ノートブックハードカバーのブラックカバーバージョン。定価は2,860円。紳士なノートって呼ばれるシリーズです。紙質もすべすべで書きやすく、ハードカバーも高級感十分。ゴムバンドも付属しています。ハードカバーの赤との違いは、カタログ上は表紙の色だけのはずなんですが、中の方眼の線が黒表紙の方が少し薄いです。ロットの差でしょうかね。ちょっと理由は分かんないです。というわけで、定価の合計額を見ていきましょう。合計金額は178,955円。大卒初任給並みやな。いかがでしたでしょうか。高いだけじゃなくて、思い入れのあるものが揃っているので、もったいぶらずにどんどん使う機会を増やしていこうと思います。それではご視聴ありがとうございました。